皆さんこんにちは。エムズダンスアカデミーの石本美奈子です。今日も美奈子の部屋へようこそ。今日はスタンダードの足の踏み替えを、スロープストルトのベーシックのステップを用いながら説明していきたいと思います。それでは行ってみましょう。 1,2,3,4 スロークイッククイック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 1,2,3,4 スロークイッククイック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 。はい、一度ソロで男性ステップ女性ステップ踊らせていただきました。で、スタンダードの踏み替えというと皆さんにイメージしてほしいのは自転車のペダルを漕ぐようなイメージです。ちょっとその場でやってみたいと思います。ここが気合いですね。右足に体重移動したら左足がピックアップされます。自転車を漕いでいく方が右足、そしてペダルが上がっていく方が左足になります。これが常に働いている状態。正面に向かってもう一度踏み替えの動作をしてみます。こう、こう、こんな感じです。片方に体重が移動したらもう片方に体重が移動します。床を踏んだら反対足がこう上がってくる感じになりますね。これがスタンダードの踏み替えの動作になります。はい、ではこの踏み替えの動作をフェザーステップに置き換えて説明していきたいと思います。まずは男性の方からやってみます。1,2,3,4スロー、リリッとクイック。もう一度やってみます。1,2,3,4スロークイッククイック、このようになります。1,2,3,4スロークイッククイック。1,2,3,4スロークリッククイック、このようになります。それではリバースターン3ステップナチュラルターンに関しても男性のステップ女性のステップ踏み替えを意識した状態で動いてみたいと思います。スロークイッククイック、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 スロークイッククイック。はい、スロープストロットのリバースターン3ステップナチュラルターンを、踏み替えをかなり意識した状態で踊らせていただきました。これをやることによるメリットとしてはですね、足が早く準備できているので、胴体の動きと下半身の動きがマッチしていきやすいです。よくある問題としては踏み替えが遅くなってしまって上体が先行して下半身が後からついてくるような動きになってしまうという問題です。踏み替えをしないでフェザーステップを踊るとこんな感じになりやすいです。この方向に向かってやってみます。 1,2,3,4 スロークイッククイック。これ腰が遅れて見えるんですけれども、先ほど言ったように踏み替えが起こってないがために足が後からついてくるようになってしまって、結果腰が遅れて見えるだけです。
実際ここで足が早く準備されていれば骨盤というのは正しい位置に入ってくる感じです。ので腰遅れてるよってもし誰かに言われたら骨盤だけが問題じゃない可能性もありますので、足元の踏み替えを意識してみるともしかしたら改善するかもしれないので、ぜひやってみてほしいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はスタンダードの踏み替えについてお話しさせていただきました。今日お話ししたことはスローだけではなくて他の種目においても同じことが言えますので、自分がやっているステップに当てはめて、踏み替えの動作を練習してみてほしいと思います。それでは皆さん頑張ってください。